はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回ね、何するかというと、今年2023年の上半期独量本ベスト5を 発表しようかと思います。今年のね、上半期、1月から6月ですよね。その間に僕が読んだ本は、180冊あります。その180冊をすべてスライドショーにして、動画にしてる動画ありますから、まず候補作180冊を見るっていうのもいいですよ。で、その中から僕がベスト5を決めたということですね。先に言っておくと、今年出版された本ではなくて、この半年間に読んだ本なので、それより前に、 出版されている本もありととうことですよなかなかいいね本ばかりなのでね皆さんも気になった本ありましたらぜひ読んでみてください、まあ、早速発表していきましょうまずね第5位から発表します第5位はこちら野村きわおさんの「骨なしオデュッセイヤ」ですね こちらは、元気書房から2018年に出版されています。野村きわおっていうのは誰かっていうと、現代史のね、詩人なんですよね。で、結構なベテランの人なんですけど、この本自体は小説になってますよ。アマゾンのね、説明のところに、詩人の幻想小説、あるいは長編三分詩って書かれてて、半分小説半分現代史みたいな感じになってんだよね。あらすじは、ある男が主人公なんですけど、その男がね、 でね。こう寝てた時にまあ、隣に女の人いるんですけど、朝ね起きた時、主人公の男の背骨ですよね。背骨がベッドに残っていたって言うんですよ。背骨を残して男は立ち上がって、そのまんま会社に出かけんだけど、女からあなた背骨残ってるわよって言われるわけ。その女はその残った背骨にね。水をかけて水耕栽培みたいのをすんだよね。で男は男でなんか？ 社にに、ね、アルバイトかなんか行っっってて、んだけど、そこでクビになっちゃって昔会ったことのあるニューハーフのね、〇〇さんみたいなのがいて、その人を探しに街に出かけるみたいな話なんだけど、作者は詩人だからね、その詩のセンスみたいなのがね、ちいばめられてる感じがある。っていうかこれ、元気処分出版 一般だからね、結構マイナーどころだと思うんだけど、上半期にね、現代史を読み始めて、今もちょびちょびね、読んだりするんですけど、まあそれを代表して、この本を一冊入れたという感じでございます。めっちゃ面白い。で、次はね、第4位になりますね。第4位はこちら。 北ふわりさんのケチャップですね。こちらは川手消防新社から2008年に出版されておりますね。このケチャップ一見ね、皆さん読んでみたらわかるけど、なんじゃこりゃって思うわけ。で、半分滑ってる感じもあんのよ。でもね、なんかね、僕ね、好きなんだよね。ストーリーとしては、引きこもりのね、女の子のヒロっていうね、子がいいんですよ。そのヒロは、人前では喋れないんですよね。恥ずかしいとか、いろんな感情があって、口を使って、 場を出すことができないんだけどでも携帯電話を持っていてまあ、当時2008年ですからガラケーですけどひろはブログをやってんですよねで、自分の思ったことっていうのは全部ブログにその場で書くわけよ引きこもりだから人と会うことはなかなかないんだけどそのブログにコメントがあって一回あなたと会いたいっていう人がいたんですねで、その人は男の人だったからちょっと出かけて会いに行くかと思ったらその男が AV 男優かなんかやっててで今 だから AV の撮影行くんだけど一緒に行かないとか言ってヒロは会話をすることができないんだけどブログに書くからその相手の男も携帯を持っててヒロちゃんのブログを見てるわけよでこれがね一つ悟られ的な現象にもなっててつまりこれ小説でこれやってるってことはこれ確かヒロちゃんの一人称ですけどその一人称で思っていることが全て相手に伝わってるっていう前提なんですよねつまり字の文みたいな が会話文にも置き換わわってるわけよで、あとその AV のね、監督みたいのが出てきて、その監督がね、ちょっと頭おかしい、怒れた監督で、もう世界なんか全て滅んだらいいのにとかいう結構危険思想の持ち主で、ヒロちゃんはどうするかみたいな話になっていくんですけど、これね、独特のね、ギャグみたいのがね、結構あるんですよ。そのダジャレみたいながめちゃくちゃ出てきて、そのヒロちゃんが言うんだけど、その滑ってる感じがずっとあるのよ。だけどこれが、ね なんかね逆にいいやりすぎてる感じ <laughs> びっくりする小説だと思う面白いか面白くないかとかじゃなくバッと突き抜けたところにこれがあるのよ僕ね純文学ってね面白いか面白くないかの軸を越えたところにあるものめっちゃ好きでえこれ面白いのかな面白くないのかなみたいなことも結構あるわけよそれを多分難しいとかいう言葉を使うんだけど文芸賞の中で僕はねベスト3ぐらいに入るかもしれないの、ね、で続きまして 第3位の発表ですね。第3位はこちら。田口健二さんのメローですね。これは新潮社から2004年に出版された本になってますね。僕はね、この本ね、存在は知ってました。で、なんでかっていうと、第14回の文化村ドゥマ子文学賞を受賞してるからですね。これ確か選考委員は浅田明だったんじゃないかなと思うんですけど、田口賢治さんも僕初めて読んだんですけど、一見ストーリーっていうね、ストーリー はないですあらすじみたいなのが本当にない小説で、だけどかなりエモいんですよね。これは Amazon のね、公式のね、あらすじ読んでみると、あの頃誰も知らなかった。ラララ、俺死のうかな。 成就しない愛の物語が連打される中阿武くのように現れては消えていく巨乳軍曹、野良猫デカアダブとイブとポチデンショバとサム伝説の傑作小説ラブリーから10年37の談笑が奏でるメローで残酷なラブソングって書いてんのなんかねカップルがめっちゃ出てくるんですよでしかも海外っぽくてなんかジョージとかジョディとかそういうカタカナのね登場人物が大量 にできてそのカップルが出会っては別れみたいのをただ繰り返すだけみたいな感じだから一個一個小さなストーリーみたいなのがたくさんあるんだけどなんかつかめないんだよね 全体としてのプロットみたいなのが多分なくて、そこがとてもいいと思う。こんな小説もあるんだなーっていう感じの小説。田口健二さんは、もうあんまりね、小説自体書いてなくて、単行語も少ないんですけど、ちょっとまたラブリー読もうとは思う。で、続きましてね、第2位の発表でございます。第2位はこちら、村上春樹の街とその不確かな壁ですね。新潮社から2023年に発表 発売されておりますで僕は発売日に買って3日ぐらいかけてずーっと読んでて読み終わりましたけどよかったねー僕はね春キススなので、まあ、新刊出たら絶対買うようにしてるんですけどあらすじとしては主人公がいて主人公の彼女みたいのがいたんだけどその彼女が自分っていうもんが何かの影なんじゃないかってずっと思ってると本体みたいのが別の世界にいてその本体の影が自分なんだとでその本体は どこに住んでるかっていうと、ある町があって、壁に囲まれた町の中に図書館みたいなのがあって。て でその図書館で働いてるんだとその話を主人公に言うと、その主人公はまあ何年か経った後に、なんかバックルームみたいに、この世界からシュンって消えて、向こうの壁のある街に入ったと。で、主人公はその図書館に行って、夢を読むっていうことですね。古い夢みたいなのがあって、それを読む仕事をするんだけどで、その後またすごいことになるっていう話。いや、よかった。感動した。僕泣いちゃったもんね。ネタバレはしないけど、イエローサブマリーの 少年とかの話めっちゃ良かったと思うよ。 僕ね、意外とね、スタジオジブリのね、君たちはどう生きるかってあるじゃないですか。あれ見に行ったんです、映画ね。そうしたらめっちゃ似てないですかストーリーね、めっちゃ似てると思ったんだよね。これが21世紀のテーマらしいなっていうのは一つありました。思った。公式のね、あらすじには、魂を揺さぶる純度100%の村上ワールドって書いてるんですよね。で、最後ですね、第1位です。流行る第1位はこちら。中村九郎さんの 六面ダイスになってますね。こちらは藤見書房から2005年に発売されてると。皆さんね、もしかしたら怒るかもしれないね。村上春樹よりこれが上かって思うかもしれないんだけど、これ六面ダイスってね、何やって思う人いっぱいいると思うんだけど、2023年の上半期に僕読んでたのが、現代史を読んでたんだけど、もう一つ、ラノベ紀書っていうのを読んでたんですね。ラノベ紀書、ご存知ですかラノベなんだけど、もう得体の 知れない物語っていうかわけわからん物語っていうかバグってる物語みたいなそういうのを総称してラノベ記書と呼ばれるんですよはっきりとこれがラノベ記書だっていうのは定義がないんですけどまあネットでねラノベ記書って調べたらバーって一覧で出てくるんですよで絶対6面ダイス入ってるんですよ僕も初めてラノベ記書読んだんだけど よかったんだよね。これあらすじ言うとね、ある少年が主人公なんですよ。その少年は寿命が1年しかないと。で、なんでかっていうと、心に病を持っていて、このまんまでは16歳までには死んでしまうと。で、どうしたらいいですか先生と、カウンセラーの先生に聞いたら、あなたの治療薬は恋なんですと。恋をすれば、その病は治りますと。命は伸びますと言われてて、で、その少年はね、 あるね、治療施設っていうのに入ってんですよ。で、その治療施設の名前が六面ダイスって言って、まあ、最終的には5人の患者と1人のカウンセラーが入ってんですよね。で、主人公もそのうちの1人なんだけど、他にも心に傷を抱えた人がいると。例えば、二重人格の先生とか、あと昔戦場で育ってられて、急に暴力的になる男の人とか、主人公の妹と名乗る女、 女の子とかね。 で、そこにね、ある女の子がその施設に入っていくんですよね。で、その女の子は恋をしてしまうと死んでしまうっていう女の子がいいんですよ。だから、恋をしなければ死んでしまう少年と恋をしてしまうと死んでしまう女の子が恋をするっていう話になっていくんですよ。で、そっから主人公はなんか特殊能力みたいなのが目覚めて敵と戦うみたいになっていくんですよ。だからバトルモンみたいになっていくんだけど結構ね、 エヴァンゲリオンとかに近い世界観なんですよね。極めて心理学的な雰囲気があるし、最後の落ち方っていうか、びっくりする終わり方するし、普通ラノベってね、結構関数ね、重なって10巻とかあるわけだけど、まあ、この小説は全1巻ですよ。ラノベ記書って言われる小説はほとんど全1巻でね、単巻で読めるから、変わった小説読みたいって思う人は、ラノベ記書を調べて読んでみるっていうのいいと思います。 で、この六面ダイスは Amazon で何万円とかしてまして、入手はほとんど不可能と言われている非公募になってるんですけど、まあ僕が紹介したこの5冊の本ってさ、普通はみんな面白いって思うような本じゃないと思う。癖が強すぎて、無理な人は無理っていう小説なんだけど、僕そういうの大好きなんで、ぜひね、この5冊興味ある人はね、どれでもいいんでね、手に取ってみてください。 はい。まあ、そんな感じでね、今回、2023年の上半期の独量本ランキングベスト5ということですね。まあ、またね、下半期も180冊読むつもりですけど、下半期は下半期の時にベスト5動画出そうと思います。そして、なんとね、私、2022年ですよね、去年のスカツ大賞っていうのをね、やってなかったっていうのにね、気づいたっていうか、よくよく言われることでして、また近いうち で去年のね、読んだベスト5。 それね、動画にしようかと思います。去年は僕360冊の本読んでますから、そっから面白かったベスト5ね、余裕があったらベスト10もやりたいと思いますんでね、どうぞよろしくお願いします。はい。まあそんな感じかな。まあまたね、本についてね、いろんな動画出そうと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。はい。そんな感じで、今回は終わります。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。ではでは、スカチャーでした。バイバイ